岡田菊次郎から1962年9月3日は、三河壁海軍安城村戸崎出身の政治家、安城村長、安城町長、安城村会議員、安城町会議員、壁海軍会議員、愛知県会議員。安城町に、愛知県立のウリン学校や、愛知県のお試験場などの施設を誘致し、町内の道路整備を進めた。 明治溶水などの水利事業にも関わり、溶水の神様と呼ばれた。安城市名誉市民。岡田が誘致した愛知県立安城農林高校1867年、三河国壁海軍安城村、戸崎の米国省である、岡田各米の長男として生まれた。19歳の時に家業を弟に譲って、百姓となり、約一兆部の田畑をもらって新家に出た。 東海道本線の測量を手伝ったり、土地整理委員として土地調査を行ったりしている。1888年から安城村役場の仕事に関わり、1889年には安城村の初期となった。1891年には安城村の村会議員となり、その後安城村の助役となっている。1900年には三河地方に 愛知県立農林学校を誘致する運動を強引に展開。安城村では町長を筆頭に反対者が多数おり、岡田が独断で承諾したことに反対した村長が辞職するなどの騒動となったが、村民を説得して反対運動を抑え、岡田が公認の安城村長となっている。1903年には愛知県会議員に就任した。 安城村は1906年に調整を施行して安城町となり、1910年には安城町長に就任した。さらに安城町農会長、壁海軍農会副会長、壁海軍会議員などを歴任している。1946年11月、公職追放により町長を辞職。明治養水会館、明治養水会館にある岡田の 銅像安城町長としては1901年に愛知県立農林学校を1920年には西春海郡清須町にあった愛知県の事試験県場を誘致している。安城警察署や壁海軍役所の移転などにも携わっている。安城町長時代には100近くの町道の整備を行った。また安城町内に愛知県道は十数本もあったが、 安城町の道路網は、多自治体と比べてズバ抜けて充実していたとされる。山崎円吉が提唱した多角形農業を推進し、自身はこの五角形の他に食品加工を行う会社として1929年に三河食品株式会社を設立している。1897年に明治用水普通水利組合の議員となり、 1903年から1948年までは、常設委員を務めている。1914年には、岡崎平野の水源である、長野県下稲郡根場村の山を購入して、植林を行う、水源関与を計画し、反対運動を押し切って、植林を行った。東鴨郡下山村ハフにも植林を行っている。同じ矢萩川から分水する、明治用水と、 枝下用水はバシバシ水争いを起こしていたが、1926年には西三河地方の発展のために、両用水を合併させた。太平洋戦争後には明治用水と近改良区の初代理事長に就任している。明治用水の水資源を確保して末端部の水不足を解消し、用水の管理体制を整備したことから、用水の神様と呼ばれた。岡田の成果である、 町の駅岡岐区六62歳の時には、現在の三幸本町に初めて銅像が建てられ、太平洋戦争中の金属教室によって一時的に亡くなったが、戦後にはすぐに再建された。1955年2月15日に行われた安城市長選挙に出馬するも、現職の大見ためじに敗れる。1957年には安城市発の名誉市民に選ばれている。 1961年には、岡田の長寿を記念して、安城神社東側の広場で大相撲が開催された。1962年9月3日に死去、95歳の長寿だった。JA 愛知中央本店の建て替えに伴い、三行本町に建っていた岡田の銅像は、大東町の明治用水海館に移設されている。2013年10月には、 安城市中心市街地活性化協議会によって、朝日町に町の駅岡菊園が開設された。2017年は岡田の生誕150周年であり、誕生日である4月16日には岡菊園で生誕祭が行われた。水を使うものは、水から水を作れやから推理に関する岡田の言葉、ありがとうございます。